アートシアターカンパニーの千葉清美です。よろしくお願いします。この役はですね、爆裂山先生の水墨画教室でアルバイト講師、アルバイトで先生をしている、作中ではなかなかまとめ役になることの多い、そんな女の子です。4番がお気に入りです。なので4番がおすすめです。ちょっと皆さんには多分4番ってわからないと思うんですけども、こう100円の方とワイワイわちゃわちゃ真面目にふざけてるシーンが多々あるんですけど、その中でもこう教室の中で、まあ、よくわからないことが多発する、そんな4番が大変お気に入りなので、ここかな、あもしかしてここかなと思って本番見ていただけたらなと思います。久しぶりの本公演稽古ということで、1年拙いながら映像作品を撮らせていただいて、そのせいでこう、そのせいでということではないんですが、本番舞台を意識した稽古が1年ブランクが空いたような状態だったので、始まった時はもう待ってました、やっと来たかという感じで、常にワクワクして、元気にいそしむおります。10周年ということで、そういった意味で緊張して、100円さんたくさん出てくださっているので、という意味でも緊張してって思いもあるんですが、まあ、いつも通り皆さんに楽しんでいただけるように元気に頑張るしかないなと思っております。1年ぶりに生の私たちを見ていただけるのすごく楽しみにしてます。どうぞ劇場まで、おっ劇場でお待ちしてます。じゃあな、まあ、つまりは要は採用ということなんですけども。本当ですか、はい、本当にやるんですか、採用でいいんですか。ありがとうございます。一番強み、自己アピールします。劇ですか。